第4試合ジュニアワンナイトカーニバル10人タッグマッチ30分一本勝負を行います。この試合を見れば今の日本のプロレス界のジュニアの全てが分かります。第4試合10人タッグマッチ30分の一本勝負、この試合に名付けられたのはジュニアワンナイトカーニバル。まさにジュニアの今夜限りのお祭りになりそうな。まずはプロレスリングノアからノーマーシーの3人、平柳玄馬、そして第14代の GHC ジュニアタッグ王者健太と金丸義信、ノアの3人がまず上がりました。今 GHC ジュニアタッグのベルトを掲げ超満員の武道館を見渡した。金丸も同じくベルトを掲げました。まずはこのリングに2本のベルトが上がりました。ノーマーシー、無慈悲、慈悲がないと。ああ、そして今金丸がサインを書いて、健太が着ていた T シャツに金丸と平柳のサイン、この T シャツを金丸が、高校球児の金丸が投げた。大きくこう書いてきました。ファンへのプレゼントも送りました。無慈悲軍団プロレスリングのはノーマーシーの3人です。そのノーマーシーと同じ青コーナーに立つのは新日本プロレスの2人。そしてこの3人とどんな化学反応を起こすのか。新日本プロレス金本浩司、フリーのミドル、ジュニアスターズの入場です。今平柳は我関節とこの大会のパンフレットを読んでいます。2000円で販売されています。今日本武道館にスポットライト、その先には金本、その前にはミドルの姿があります。新日本プロレスとフリーのジュニアスターズ、ノーマーシーとどんなパートナーシップを見せるのか。青コーナーの方に新日本のジュニアの重鎮がやってまいりました。金本浩司、喧嘩番長金本が健太と同じコーナーに立ちました。青コーナーの5人が写真撮影をする中、姿を見せました新日本プロレス田口隆介、プリンスデビッド、アポロ55、おととし結成されました現在の IWGP ジュニアタッグチャンピオンであります。デイビッド組、青コーナー IWGP ジュニアタッグのベルトもこのリングに上がりました。これでこのリングには金丸と健太の GHC ジュニアタッグのベルト、さらには新日本プロレス IWGP ジュニアタッグの2本のベルトが上がりました。計4本のベルトにさらに1本加わります。そう、このベルト、世界ジュニアヘビー級のベルトであります。新日本プロレスから会の入場。この会は青コーナー、ノアの3人とは初遭遇。日本武道館のプロレスファンとハイタッチを交わした。見渡した3階席の奥までぎっちりと詰まった日本武道館。
3団体が集結しているオールトゥギャザー。ジュニアのベルト、シングルとタッグを合わせて現在5本上がりました。続いてはケンスケオフィスから中島克彦の入場を迎えます。23歳にして早くもキャリア7年。9月の23日プロレスリングノアの後楽園ホール大会では現在鈴木小太郎が保持しています GHC ジュニアのベルトに挑戦することが決まっています。現在これから入場する中島はベルトを持っていません。しかし2007年の2月には世界ジュニアのベルト、2009年の2月には GHC ジュニアのベルトを巻いたことがある実力者でもあります。その中島が今赤コーナーに向かっています。これで赤コーナーは新日本の2人、全日本の会、さらにはケンスケオフィスが立つことになりました。オールトゥギャザー団体の垣根を越えたからこそ実現しました。赤コーナーであります。さあそして10人タッグマッチ、最後に入場するのはプロレスリングノアジュニアの選手の最高のベルト、GHC ジュニアヘビー級の王者、第20代であります鈴木小太郎の入場です。現在は 青コーナー金丸、健太、平柳のノーマーシーと対抗するアンムーとして活躍。しかし今日のこのリングでは敵はノーマーシーだけではありません。この GHC ジュニアのベルトを狙う全ての人間が敵とも言えるかもしれません。同じコーナー中島は9月の23日後楽園でこのベルトに挑戦をしてきます。同じコーナーに立つとはいえ油断はできない。さあプロレスリングのは鈴木小太郎が今華麗にリングインしました。このリングに6本目のベルトが上がりました。第4試合10人タッグマッチ30分の1本勝負、ジュニアワンナイトカーニバル、その名にふさわしくこのベルトに6本のこのリングに6本のベルトが上がりました。こちらが青コーナー金本実、金丸健太、平柳、平柳はタイミングを逸したか、1人だけトゥギャザーできませんでした。そして赤コーナーはまさに全日本新日本ノア、ケンスケオフィスが一つになりました。早くもそのパートナーシップに差が出てきているかというこの第4試合であります。今ゴングを聞きました。青コーナーは金丸義信、プロレスリングノア、対する赤コーナーはプリンス・デイビッド、新日本プロレス IWGP ジュニアタック王者と GHC ジュニアタック王者の先発ということになりました。早くもこの日本武道館はプリンス・デイビッドコールに包まれました。ファーストコンタクト、ショルダータックル、かわしていく金丸とプリンス・デイビッド、高く越えていくが、これはよく見ていた。グラウンドの展開、おっと金丸とデイビッド、それぞれ試合権利のない選手に攻撃を仕掛けまして、10人が合間見える、もう試合の権利もへったくれもないという状態になってきました。さあそれではこの放送の解説をご紹介しましょう。先ほど第1試合で見事勝利を収めましたプロレスリングノア石森泰治選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石森さん、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。駆けつけていただきましたが、はい、この試合早くも大変なことになりました。すごいですね、もう本当に喋る時間もないように。そうですね、もう目まぐるしいですよ、攻防が。新日本、全日本、ケンスケオフィス、ノア、さらにはフリーのミノルも入っているという、はい、まさに団体の垣根を越えて、すごいですね、本当にオールスターですね。そうですね、先ほどご紹介しましたが、10本の10人のこの選手のうち、はい、6人が王者なんですよ。それがすごいですよね。まずまさにこの試合を見れば、現在の日本のプロレス界のジュニアの世界が分かると、まさしくそう言われても、はい、過言ではないでしょうね。オールトゥギャザー、各団体が垣根を越えました。その中で行われています、現在は青コーナープロレスリングノア、画面左の金丸と画面右は新日本プロレスの田口龍介であります。さあそしてこのオールトゥギャザーですが、石森さん、はい、東日本大震災の復興支援チャリティープロレスと、はい、いうことになりました。石森さんのご実家の多賀城市も、はい、まあ、今回地震の被害に遭ったということなんですね。そうですね、はい、まあ、いろいろ大変でしたけど、震災あった時は、まあ、でも今はね頑張って、今もう前向いてやってるんでね、はい、
と一倍この大会にかける思いは強いと思われますが。そうですね、もうこれは本当ずっと続けていくべきだと思いますよ、はい、本当に。まあ、その中で今プロレスが一つになるということで実現したこの試合でもありますね。はい、そうですね。第4試合が行われています10人タッグマッチジュニアワンナイトカーニバル。赤コーナーからはノアのジュニアのチャンピオン鈴木小太郎がやってまいりました。青コーナーは金本浩二、新日本のこのもうジュニアの超ベテラン金本ですね。そうですね、はい、いやこの鈴木小太郎と金本のマッチアップをもっと見ていたい。しかしどんどん選手が入ってくるという。でもこの対戦もすごい面白いと思いますよ。はい、ミノル選手との。ミノルが出てきました、はい、新日本では田中ミノルという名前、はい、フルネームでも出ていましたが現在はフリーとしてミノルとして活躍しています。はい、さらには先ほどタッチを交わした金本浩二とジュニアスターズと言いましたね。そうですね、昔組んでましたね。はい、2000年の6月には、はい、あの IWGP ジュニアタッグの第5代王者にも輝いたという、まあ、名コンビであります。おこれ難しいですよ。ケンタとミノル、これはなかなか見られないコンビネーションです。いや、まあ、あのケンタと金本と言いますと、まあ、他団体そしてミノルもそうですけれども、はい、あまり他団体とこう一緒に激しくやり合うというイメージがありますけれども、今のは本当珍しいですね。今のところまだ青コーナーはパートナーシップどうでしょう。そうですね、なかなかいいんじゃないですか。うまくいっているというところでしょうか、はい、さあそしてこのノアの中でも感情をむき出しにするという画面右の健太、画面左は鈴木小太郎、エルボーと張り手の応酬になりました。ふらついたが健太倒れた。ケンタはジュニアタッグのチャンピオン。さあカウントを2つで返しました。小太郎はジュニアシングルのチャンピオンであります。もちろんこの10人の中で自分がまあ一つ頭を抜けて目立とうという気持ちもあるでしょう。 そうですね、それはみんな持ってると思いますよ、はい、その中で、まあ、タイトルホルダーが多いわけですから、はい、あわよくばそのベルトに挑戦という流れができるかもしれませんね。そうですよ、まさにそういうことが、はい、あるんであるかもしれませんね。現在は面白いですね、本当。赤コーナーの田口隆介、 IWGP のジュニアタッグのチャンピオンを今、はい、今度は金本と健太ですね、はい、珍しいですね。いや、まあ、戦前この2人は本当にそのタッチするのか、はい、同じコーナーで成立するのかなということも言われていましたが、ね、全く人と群れない人がね、よくやってますよ。見事なキックのコンビネーションを見せました。さあ新日本画面手前の金本と、そして画面奥は田口隆介です。この田口隆介ですが、宮城県の岩沼市の出身です。宮城県南東の沿岸部出身、その被災地の思いも背負ってこのリングに立っています。さあ今度は金本と中島です。ローリングソバット蹴りと蹴りの応酬です。あ、今度張り手だ。もう技というより気持ちがぶつかっています。そうですね、もう引かないですね、お互い。サッカーボールキック、すぐに立ち上がった。すぐに立ち上がった。今度はやり返した。23歳の中島、金本浩二は44歳。その差は21歳だが、年の差なんて関係ない。いや、中島も引きません。危ないですね、でも。あー、ちょっと。顔面押し。いや、これは金本にとってはどうですか。屈辱じゃないですか、先にやられたんですか。しかし金本にこれ怒りに火がつきましたか、はい、これはやられますよ。さあ金本が青コーナー中島を運んできた。金本から健太にタッチが交わされました。新日本の金本からノアの健太にタッチが交わされた。そしてこの健太と中島も非常にノアやセムのマットやり合ってますよね。ブレンバスター、この10人は10人ともに感情をむき出しにする選手ですよね。そうですね、はい、技というよりも感情の戦いじゃないですかね。非常にそれぞれのマッチアップが熱くぶつかっています。田口隆介、わー、早いパワースラム、早かったですね今。アポロ55の田口、新日本プロレスソフトアーム、非常に高い打点でしたが、ラリアット返していきました。ケンタ、いやダウンしてませんね、お互いの選手が。しかもこれみんな動きっぱなしなんで、これ全員きついですよ。そうですね、はい、10人タッグマッチ30分の一本勝負、1回転かわしていったプリンス・デイビッド。ミノルのドロップキックを今度当てました。
ミドルもこの体を絞ってからね、はい、さらに動きにキレが増しました。38歳キャリア17年というミドルです。さあプリンス・デイビッド捉えた、ミドルを振ってもっとかわした、ミドルからデイビッド、しかし式に放っていきました。このプリンス・デイビッド垂直落下、ジュニアヘビーの王者になりまして、7度防衛、あの丸富士を破ってのチャンピオンでしたからね。そうなんですよね、非常に実力が評価されていますこのプリンス・デイビッド。自分も試合したことがあるんですけど、はい、すごいいい選手ですよ本当に。何がいいんでしょうか。やっぱりね、一つ一つの技が、ね、的確で、なるほど、はい、で自分のペースに持っていくのがまたうまいんですよね。さらにこの長い手足ですね、はい、長い手足も武器ですし、はい、さあデビットから中島克彦にタッチが交わされました。赤コーナーは中島、青コーナーはミノル、側頭部レバーしてきましたね。トラースキック連発です。ミノルは立っているのがやっとか、ニュートラルコーナー振っていった、顔面ハイキック休ませません。東北行くぞ、今東北行くぞと右の手を高々と上げました。対空時間の長いミサイルキック、一度立ち上がって膝を落としました。カバーに入ります。中島勝彦勢いで立っちゃうんだね。そうですね、それほど中島の攻撃に勢いがある。ローリングサバット、あカウンター、今のどうですか。いいですね、入りましたよ。さあさらには腕しぎ、さあまだこれ伸びきっていませんか、どうでしょうか。伸びきってなんとかカットに入りました。3人がカットに入っています。危なかったですね。小太郎ミノル選手のフィニッシュじゃないですか、ミノルスペシャル。そうですね、はい、小太郎とそして甲斐も今カットに入っていました。羽本が入ってきた、入ってきましたね。先ほどのやり合いがありましたからね、はい、多分お返しすると思いますよ。その続きになりそうです。胸板へミドルキック、蹴り合いになった。新日本金本と健介オフィスの中島だ、張っていく、あーローリングソバット、動きが止まった。レッグラリアットカウンター、さらにはまさか前から、恐れ知らずですね中島は。重いですね蹴りが、思わずダウンは金本。さあそして赤コーナー小太郎が入ってきました。おっと金本はもう試合の権利のね中島に行っています。しかし権利があるのは現在小太郎、膝を当てていきます。自国の弾頭台カウント2つ、まあ、レベリーも違いますから、これカウントのタイミングも違います ね、 そうですね、ボンバーなんですね、はい、エルボースマッシュ、ここでスワンダイブのミサイルキックを放っていったのはケンタ、ここで金丸、平柳、そしてミノルもいった。試合の権利があるのはこのノアの2人、ケンタと小太郎、きついですね、小太郎さすがに GEC ジュニアのチャンピオンではありますが動きが止まった。ここで100コート金丸 GEC ジュニアタッグのチャンピオンが行きました。いや金丸健太、金本が機能しています、はい、1回転かわしていった鈴木小太郎、ダブルで2人をなぎ倒しました。小太郎が2人を一気稼いに行くか、619、さらにはあっと1回転アクシーズを見舞っていきました。さすが GEC ジュニアのチャンピオンですね。そうですね、いいですね。金本を捉えた、まさかブルーディスティニー、これはいけません。金本と小太郎のマッチアップ、これも今までなかなかありませんでしたが、エルボーの打ち合いです。さあそして赤コーナーハイド、デイビッド、さらには現場がいる、青コーナーは現場だ。あ、初めて出るんじゃないですか。ですね、初めて出てきますよ現場、初めて出てきた現場と、そしてカイダ、世界ジュニアのチャンピオン、早いニュートラルコーナーパッドに打ちつけた。これカイから取りますと世界ジュニアの挑戦というのも開けてきますね。そうですね、面白い感じですか。それもさあ現場コールが湧き上がってきた日本武道館。
会は世界ジュニア、全日本のジュニアのベルトを保持しているが、あーっと顔面に、顔面に椿を当てかけた。これですね、精神的なダメージを放っていきました。汚いんですよね。3団体のマークが記されました。ニュートラルコーナーのトップに上がった会はさすがにこれは捉えようというところ。世界ジュニアのチャンピオンがその怒りに火をつけました。なだれ式は避けたいという現場だが、もう一度顔面につば、そして狙っています。平柳現場ノーマーシー無慈悲軍団、今狙っていきました。今度12タックマッチ4人で分断していこうというところ。機能してますよ。でもすごいですね。さあ回を捉えます。新日本の金本、そしてフリーのミノル、ジュニアスターズの2人、さすがのコンビネーション。膝を落としていく。平柳は何もしていませんでした今青コーナーに登るか、あ、健太も、そしてノーマーシーの3人、全員登った、全員登った。まずは金丸、そして健太とスタンプ取りを務めるのは、あー、行かない、何だったんだ、そのまま行った。危ないところでした。全くコーナーに登った意味はありませんでした。タイミングをずらすというね、平井の一流の戦術だったのかもしれませんいや、甲斐も驚いたでしょうね。おー、ダブル、アポロ55、アポロ55対ジュニアスターズでした。さあ、アポロ55がまさに月を目指すように飛んでいった。その先はジュニアスターズ、星がありました。綺麗、太郎がやってきました。ケンタも飛んできた。ならばと金丸を中島が迎撃。いや、いつ決まってもおかしくありませんね。そうですね、ずっとビーっちゃいますね。さあノアの小太郎、現場を捉えた。あーと、ハイと中島ダブルでのトラースからブルーデスに鈴木小太郎。あ、それでは終わりません、それでは終わりませんよ。最後沈めていきました。間に合った、間に合いました。この試合面白いですねなかなか決まりません、はい、10人タッグですからね、はい、さあ甲斐が決めるというところか。スプラッシュブランチャーがあるぞ。平柳現場に完璧に決まりました。スプラッシュブランチャー、最後は全日本プロレス世界ジュニアヘビー級王者甲斐が決めました。ジュニアワンナイトカーニバル、新日本プロレス、ノア、ケンスケオプス、そしてフリーのミドルの中で最後決めたのは全日本プロレスジュニアの王者甲斐が決めました。いや、石森さん、はい、素晴らしい試合でした。すごかったですね。はい、面白かったですよ。家で息つく暇もないとは子供たちね本当こういうことですね。試合時間は15分30秒。あれ、まだまだなんかあるじゃないですか。なんかおっと、お今、おっと、ミノルと、ミノルと小太郎ですか。これはフリーのミノルと小太郎。試合は全日本の会がノアの平柳から取ったんですが、試合後これは金本もいてますね、はい、金本とそしてミノルが世界ジュニア王者の甲斐に今挑発していきました。勝利を収めたのは鈴木小太郎、甲斐、中島勝彦、田口隆介、プリンス・デイビッドの赤コーナーでありました。しかしまだ何か、そうですね、なんかアクションありそうですね。そうですね、金本がしきりに世界ジュニア王者の甲斐に向かって言葉をかけています。ジュニアワンナイトカーニバルと銘打たれました。ジュニアの10人タッグ、息をつく暇もないという戦いになりました。6本のベルトがこのリングに上がった中、勝利を収めたのは全日本プロレス世界ジュニアヘビー級王者の甲斐でありました。新日本のアポロ55、さらには甲斐、ケンスケオフィス中島、
ノアの GEC ジュニア王者鈴木小太郎ががっちりと握手を交わし、今写真撮影、新日本、全日本、ノア、健介オフィス、今この5人が一つになった瞬間です。非常に豪華ですね。そうですね、花がありますね。はい、ベルトが4本揃っているという赤コーナー、これもその東日本大震災復興支援チャリティープロレス、オールトゥゲザーだからこそ見られるという。そうですね、それだから実現したのかもしれませんね。はい、超満員の日本武道館がまさにこの今夜限りのジュニアの祭典を目の当たりにいたしました。勝利したのは全日本プロレスジュニアの頂点カイ、そして鈴木小太郎は9月の23日、今日はパートナーでありましたが、中島克彦の挑戦も後楽園ホールで受けます。防衛なるか。今日はまずプロレスの力を見せるべく一つになりました。赤コーナー第4試合は全日本プロレスのカイが勝利を収めています。